シーベス・フライフェルスは、ベルギー・リンブルフ州ロンメル出身のサッカー選手。王、ルーベン所属。ポジションは、FW、MF。KRC ヘンクのユース出身であり、2012年12月6日に、UEFA ヨーロッパリーグの FC、バーゼル戦で、トップチーム初出場。リーグ戦では2012から13シーズンの最終節で、ハーフタイムに負傷した。 ベンヤミンでスーラールに代わって出場し、デビューとなった。2013年10月19日にリーグ戦初得点を記録。2016から17シーズン前半はワースラントベフェレに期限付き移籍する。2018年6月、4年契約でクルブブルフヘに完全移籍。移籍金は推定300万ユーロ。イバンレコ監督の下でセカンドトップとして、 最前線のウェズレーとコンビを組みレギュラーの座をつかみ、加入初年度でリーグ戦24試合出場11得点を記録した。2019から20シーズンにフィリップ・クレマンが新指揮官に就任すると出場機会が減少。2020から21シーズン前半はスタメン出場が3試合に止まり、2021年1月15日にオールーベンへ移籍する。 アンディ・キングやフィリップ・ベンコビッチなど補強を進めるクラブと3年半の契約を締結。遺跡金はクラブ史上最高額となる200万ユーロと報道された。ベルギー代表の各年代でプレーし UEFAU-17 欧州選手権2012や UEFAU-21 欧州選手権2019に参加した。ありがとうございます。